はい、皆さんこんにちは、テオです。今回も、オールスターバトルの対戦リクエストマッチやっていきたいと思います。今回のお相手は、ケイオンさんですね。はい、対戦リクエストマッチの中ではかなり強豪な、強いプレイヤーの方でございます。5部のアニメ記念ということも兼ねて、5部キャラクターを使うということをおっしゃってらっしゃったんですが、さて誰だろうか。あ、高一くん、ゴムキャラクターじゃない。まあ一度ね、冒頭では出てきますけどね。はい、ということで、ケイオさん、ケイオさんはね、まあこの対戦リクエストマッチシリーズをまあ、ね、見ていただいている方はもうご存知だと思うんですが、かなり強い方です。はい、なんで僕も手抜きはできないので、正直まあガチで活かしてもらいます。まあいつもガチなんですけどね。はい、さあというわけで1試合目いきましょう。高一くん、はい、ちっちゃいから当たらなかった。よしよしのい。お、これはよし、1試合目の1本目ですね。取りました。このループに入ってしまったらちょっとやばいぞ。はい、元気と。はい、オッケー、1試合目取りましたね。いや、高一くんちっちゃいからなかなかやりづらいですね、やっぱり。まあアニメのね、5部が、まあ決定して、エピソード1かな、ちょっと一応上映会でエピソード1だけ、発表されましたね。発表というか流れましたね。はい、かなり良かったですね。いやもう楽しみでしょうがないですね、ゴブアニメ。はい、2試合目の1本目ですね。あー、しまった。
よし。よしよし、なんとか2試合目も取らせたね。よし、いい調子だ。幸先いいですね。本当にゴーブアニメでなんかあのブチャラティのセリフ声優がね、あの変わっちゃって、結構ねあのエピソード1見てる限りではなんかブチャラティにしては声低くないかみたいな感じがあったんですけどね、あれブチャラティの声優が変わったのはちょっと意外でしたね。そういう意味ではちょっとディアボロがどうなるかっていうのがちょっと心配でしょうがない、はい、僕としてはね。さあケンさんは、あ、フーゴ、フーゴもねほんまに強いんですけどね、はい、なかなかまあディアボロとはちょっと相性が悪いみたいな感じなんでね、ディアボロ以外には結構いけるんじゃないですかね。かなり強いと思います、フーゴはね。毒のスリップダメージと、まあ、かなり強力なコンボあるんでね。呆れたものだ。ほ、また裏切るというのか、この恥知らずが。恥知らずね。また裏切るというのか。おっと。あ、ミスったわ。あ、ちゃんと見てますね、やっぱり。ああそうか、ディストーションがディストーションに ならしたらダメなんですか、そういえば。はい、オッケー。いや、フーゴ怖いですね。ディストーションになったらもうずっと永続ですからね。これはちょっとまずいぞ。拒否ができない。これがクソ減るんですよね、フーゴは。なんでこれは普通のキャラクターにしたらかなり脅威ですよね。試合ですかね、取れました。いや、フーゴ怖いっすわ。やっぱりね、拒否ができないと、あのコンボ、あの毒を食らわせながらのスパコンですね、あのラッシュ、あれでもう5割ぐらい減るんですよね。5割6割減るんで、フーゴはあの火力面ではかなり強いです。ディストーションになる。これでディストーションになれるんですよね。これ見るの懐かしいな、これ。
この猛毒。しかし巻き返す、これぞ帝王だ。試合も取りましたね。はい、まあ、ケオさんはまあいろんなキャラクターを使えるというね、まあいわゆる万能型みたいな方ですよね。いろんなキャラクターがうまい。はい、ということで次5試合目ですかね。はい、キャラクターチェンジ。そういえば 2試合ずつキャラを変えてくるっていうのがケオさんの特徴だったな、そういえば。おー、ナランチャ、ナランチャ、ケイオンさんのナランチャって初めてかもしれない。これは。これ初めてかもしれないね。これちょっと期待しちゃうかもしれない。ナランチャに対してもどうやって立ち回っていいのかっていうのもちょっと忘れてるな。どうしよう。ちょっと不安かつ期待もあるっていうね。やってやるぜ、ボス太郎がぶっ飛ばす。はん。のレーダーは厄介だな。確実に始末せねば。確実に始末せねば。ならんじゃねえ、怖い。弾丸結構うざいんですよね、ナランチャは。はい、レッドゲージになったらこっちのものを。やつのレーダーは厄介だな。時間差攻撃があるんですか。そういえばこれあったな。弾丸うざいわ。メディア守るってボスに言ってんのそれ。
オッケー、5試合目取れましたね。危ない危ない、怖いね。ならんちゃう、やっぱ弾丸があるから、まあ、射程距離がまあ最強ですよね。あとはまあ結構コンボもね、あれ何気に減るんですよね。あの昇竜拳みたいなやつでこう打ち上げていくやつ、あれ減る、結構減るし、あのゲージもめちゃくちゃ溜まるんですよね、向こう側に。なんでそこは注意ですよね、本当に。これね、これ結構誤爆さあ。痛いねこれ。クソ、ならんちゃクソ。ボスに対してなんてことをしやがる。負けちゃった。これは6試合目か、6試合目、6試合目は金曜さんのクソ、ナランちゃんにやられちゃったね。ボスの能力はよく分からなかったけど、ナランちゃんはやっぱ結構やっぱちまちまとこう弾丸がね、やっぱ結構ネックですね。さあ次は誰が来るのか。さあブチャラティとかも来るのかな、やっぱ。あれ全く関係ない、ゴブとは全く関係ないキャラクター。一応冒頭でも出てるけどね、冒頭では出てますけどね、ジョータロウ。ただこれ三部ジョータロウなんでね、三部ジョータロウ、まあオールスターバトルのジョータロウも結構まあ強かったり、まあ普通に強いですけどね、ジョータロウも。まあいかにもストリートファイター2のまあ竜みたいなね、竜と剣みたいな感じですよね、正直。しかし上太郎でかいですね。ガタイでかいな、やっぱ。まあ、でかいからやりやすいっていうのは、まあ、ありますけどね。
太郎はね、僕はやっぱ柔道 DL でも分かる4分の錠太郎が一番好きなんでね、本当に。このワンコンボは結構マジか おっと投げが来たか手加減ボスに手加減は不要ですよ。勝手に出たんだけど、エフタフが今出すつもりなかったんだけどね。出してしまったか よし危ない危ない上太郎に負けるわけにはいかないね帝王がよし危ない危ない。これで7試合目かな、6試合目までで7つ終了したんで、これ7試合目ですね、はい、で次8試合目か、8試合目いきましょう。2試合ずつ分けてくれてると逆に分かりやすくてありがたいです、ありがたいですね、本当に。ああそうそう、この昇竜でね人切られるっていうのがあったな、そういえば。あれ？あれガード不能か、そういえばあれガード不能だったか、そういえばこの辺はやっぱちょっと対応がこうちゃんとできるのがさすが慶應さんというところですね。
よっしゃ、8試合目の2本目か。あーガード不能っていうのを忘れてしまう。何が来るぞスタープラチナ、ちょっとジャンプしてるんだけどしかし、お、ちょっとしょっぱいかな、これは。もしかして、ああ、よかったよかった。よっしゃー、危ない。8試合目も取れましたね。危ない危ない。幸いにも、時止めが来た時に自分が画面端じゃなかったのが幸いしましたね。画面端、確か画面端じゃないと強いコンボが入らないだったっけな、確か丈太郎は。いやー怖いですね。ということで9試合目いきましょうか。さあ9試合目、キラヨシカゲ、ハハハ、もうこれも完全に五分とは関係ないね全く五分とは関係のないキャラクターですね、キラヨシカゲは。はい、まあ、キラヨシカゲは、まあ、ケンオさんのメインキャラという認識でいるんですが、もう間違いないですよね本当にケンオさんの、キラヨシカゲは本当に強いんで、ということで、まあ、本気のケンオさんというところですかね、メインキャラを出してきたということで、はい、いやー怖いですね。爆破コンボがやばいんでね。お、あれ投げ付けしても。よしよしよし、危ない危ない、怖い怖い、爆弾がついてるから、しかしゲージがマックス。
9試合目も取りましたね。爆弾が怖い。キーラー吉武。でもさすがにやっぱディアボロの能力には勝てないというところですかね。未来予知&時間消去というね。そういえばバイザーダストのキラーはどうなんだろうか。ジョジョ DR だとかなりもう最強クラスのキャラですけど、バイザーダストキラー、このオーサーバトルでの、バイザーダストどうだっけ、強いんだっけ。合うのか。シアハートアタック。おお、久しぶりに見るなこれ。あ、結構減るな。弱点は狙った標的は必ず一発では死ななかった。一発では死ななかったとか。いやー、帝王だからね、何発でも耐えますよ。バッターコンボが来る。あー危ね、ベーストタイミングで拒否できたわ。よっしゃ、危ない危ない。取れましたね。いやー怖かった。あの爆破コンボ最後までいくとかなり減りますからね。いや危ない危ない本当に。いや勝ててよかった。いやーちょっとやばかったね。はい、ということで、今回はまあ常連さんのケンヨさん、強豪のねケンヨさんと10試合、超久しぶりですねケンヨさんとやるのは。はい、10試合やらせていただきました。
いやー本当に緊張、まあ、緊張はしなかったですけど、かなりこう白熱しましたね。やっぱり強い、ケイオンさん強いわ。いやーナランチャに一本取られたのはね、本当にちょっと意外というか、まあナランチャ自体こう昔から結構ちょっと苦手意識があったキャラクターではあったんですが、まあ本当にね、ナランチャはこうちっちゃいっていうのもあるし、ちっちゃいかつリーチが超長いっていうのがね、ちょっと僕にとってはちょっと、やっぱ苦手意識がどうしても取れないなっていうところですが、まあ負けは負けなんでね、あれ本当に、いやボスになんてことをしてくれたんだな、ナランチャはね、本当に。でフーゴとか、やっぱフーゴもね、まあディアゴに対してはまあ不利なんだけども、やっぱ他の着方に対してはまあ結構わかると思うんですけど、やっぱ毒のね、特にディストーションになってからは毒ダメージがめちゃくちゃアップするので、あれを絡めたコンボがめちゃくちゃ減ります。はい、フーゴめっちゃ強いです実は。で、まあ久しぶりに、まあ、カーズが来なかったっていうのは意外とまあそのなんか新鮮っていうかまあそんな感じですね。はい、いやー、ケイオンさんのまあメインのキラーにね、ちゃんとこう負けなかったっていうのがちょっと嬉しいですね、自分的に。はい、ということで久しぶりにね、かなり久しぶりにケイオンさんと10試合やらせていただいたき、いただきました。はい。いや、本当に楽しかったです。はい。またぜひやりましょう。ということで、今回はこの辺で終了したいと思います。ありがとうございました。